エン君はわざとあなたを困らせているだけではないでしょうか。お前は個人的な恨みを晴らそうとしているだけだ。今の状況でそれが唯一の方法だと思うんか。もともと強行で献上されるハンコン香は英州の中でも最上級の焚き物だが、現在ハンコン寺の霊力は確実に弱まっている。本物のハンコン香を献上し、ハンコン寺の霊力を回復させる必要があるのかもしれない。そう言われてみれば、その方法ならいけるかもしれない。わかった、その方法で構わない。私が必ず本物のハンコン香を作り出します。よし、それでは決まりだ。節制。はい。天将がハンコン香を調香する間、倉庫を開放し、必要な香料があれば提供する。了解しました。食火炎を上げて天将様をサポートします。うん、どうしたんです？倉庫寺は？はい、先ほど倉庫から一箱届きました。天将が使えそうなものを選んでいます。思ったより少ないかと。この訂正を見てください。大きく見えても周りには黒い不純物がたくさん付着して、木の皮との付着度が高い。綺麗な赤茶色ですが、精製後に使える部分は少なくて、逆に本来の香りを壊してしまうこともある。でもこの束縛炭はなかなかの代物です。硬い部分を全部切り捨てたから、加工処理も程よい感じで、ちょうど良いところに来てくれました。後でこれを天将に届けてください。あなたは本当に優しい子なんですね。そんな若さまがいる空想もきっと心温まる場所なんでしょうね。とても良い話です。お姉さん？ご好意は大変嬉しいですが、英州のものはこの島から出られません。呪い？ここの植物にそんな効果があるなんて聞いたことはないですね。一般人には影響があるようですが、食火炎に長くお勤めの方々によると、島の植物は最初、九重天が植えていったそうです。最初の居住者はその昔、流行り病に罹患し、ハンコン香で魂を呼び戻されたとか、九重天はその人たちを英州に連れてきて、調香や植物の育て方、他にも焚き物をハンコン寺に捧げることを教えたそうです。その者たちと植物は霊気あふれる焚き物の中で長い時間生きてきて、もう英州から離れられません。外にこれらの焚き物がなければ英州の人たちは自身の霊力を消耗し、回復させられずに死んでしまいます。ハンコン香を持って英州から出れば、それを回避できるという伝説があります。だからこそ、
天将が反魂香を作ることに皆強く期待しているのだと思います。木曜で何をするんですか？なかなか美味しそうですね。では、期待して待っています。この近くに木曜があります。ちょうど綺麗に咲いている頃です。食材選びなら、私よりあなたの方が達者でしょうし。希望に満ちた色ですか。節制。さっきのは豪甲府に住んでいる娘だな。はい。天将が調香室に閉じこもって丸一日が経つから何かしてあげたいと。よそ者がなぜそこまで天将をおもんぱかる。それはきっと何か理由があるのでしょうね。あやつが何かしてやったところで天将のやつに特別な感情など生まれやしないだろうよ。